釜石市住居復興スタジアムは岩手県釜石市の釜石市住居運動公園にある球技専用スタジアムラグビーワールドカップ2019の会場の一つとして使用された釜石市北部の宇住居町は2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震によりもたらされた東日本大震災で発生した津波で死者と 行方不明者583人と、甚大な被害を受けた地域で、宇野妻井川川口付近にあった釜石市立、宇宙居小学校と釜石市立、釜石東中学校は津波により、校舎が全開、浸水被害を受けた。釜石市は被災後の復興計画、復興町づくり基本計画を策定する中で、復興を支える、主要施策の一つに、将来の希望を作る。 個性的な取り組みの推進を掲げ、市外の賑わいを呼び込みうる、スポーツ大会の開催の可能性を模索した。かつて、日本選手権7連覇を果たして、北の鉄人とも称された新日鉄釜石の地元で、ラグビーが盛んな町であったことから、宇宙巨小学校と釜石東中学校の跡地に、防災機能を有するスポーツ公園を整備し、公園内に整備する、 球技場としてのスタジアムに2019年に日本で開催するラグビーワールドカップの試合を誘致を目指す取り組みを推進し2014年7月4日に野田武則市長が記者会見で開催都市への立候補を表明した開催地に立候補した15都市の中で唯一の新設会場となるラグビーワールドカップに向けて仮設設備を含めて プール C 基準の最低限のキャパシティを満たす約16,187人収容で整備する方針で開催国のラグビー日本代表や競合国が集う試合の開催は不可能だが本番前の運営リハーサルとして日本代表の調整試合の開催誘致を検討していると報じられているラグビーワールドカップ2019終了後も日本プロサッカーリーグのエキシビションマッチや 日本が招致を目指すと報じられている2023フィファ女子ワールドカップでの利活用も念頭に置いている。J リーグに所属する岩手グルージャ森岡が釜石市をホームタウンとした上で2018年シーズンから当スタジアムでホームゲームの一部を開催する意向があると報じられたとの報道もある。2018年8月19日本スタジアムの竣工記念試合として 釜石シーウェーブスとヤマハ発動機ジュビロの交流戦が行われた。2011年に震災後発のラグビーの試合を釜石球技場にて両チームの間で行ったことが縁になったという。また同日には日本選手権で共に7連覇した経験を持つ新日鉄釜石と神戸成功の OB 戦も行われた。2019年7月27日 仮設スタンドの完成に伴うテストマッチとして、ワールドラグビーパシフィックネーションズカップ2019、日本代表対フィジー代表の一戦が行われ、13,135人の監修を集めた。公園整備の具体的な方針としては、釜石市が東北地方太平洋沖地震の大津波あるいは地震、そのものにより住居など、生活環境を失った市民の仮設住宅に、 スポーツレクリエーション施設の用地を充当したため、施設が使用できない場所が増えていることから、笠上げした宇宙居小学校と、釜石東中学校跡地をスポーツレクリエーションの場として活用するべく、復興と地域の象徴となる天然芝グラウンドを設置するとともに、津波による浸水被害を教訓にした防災機能を強化したものとするとしている。公園における、 防災面に関しては、かさ上げに加えて、宇野住まい川河口に水門を、北側の片西海岸に、防潮堤を、それぞれ新たに設けて対処するとしている。球技場としては、最大限コンパクトなスタジアムを念頭に、常設設備としては、更衣室、用具室、医務室、ドーピングコントロール室、インタビュールーム等を備えたスタジアム整備を前提と、する。 当初は陸上競技用のトラック6レー等分並びに体育館を併設する予定とされていたが2016年5月に策定された基本設計ではこの方針が改められスタジアムは球技専用となり森土構造のスタンドを持つメイングラウンドとスタンドのないサブグラウンドの計2面を整備することとなった固定スタンドの座席には2017年に 釜石市平田の小崎半島で発生した山火事で、氷皮などが焼けた杉の木を使った木ベンチが採用されている。また、メインスタンドには1,010 10席分の稼働席が用意、されるが、この座席の一部には、国立競技場の座席や、熊本県民総合運動公園陸上競技場、東京ドームから寄贈されたものを使用しており、絆シートの愛称が与えられている。 メインスタンド中央部には、スタジアムのデザインコンセプトである、震災からの大きな羽ばたきや新たな船出にちなみ、鳥の羽や船の方をイメージして作られた膜構造の屋根がかかる。両サイドには常設のスタンドは設けられない。芝生には、日本初導入となる、フランスナチュラルグラス社の開発した土に人工繊維を混入させて耐久性。 保水性を高めた補強型天然芝、エファイバを導入している。概算工事費は約27億円と見込まれていたが、ラグビーワールドカップリミテッドからの要望を受けて、設計を見直したことにより、2017年2月には、総事業費が概算で約39億円になることが公表された。内訳は、基盤整備費が16億5000万円。 スタジアム整備費が17億2000万円、仮設施設整備費が5億円、基本設計費が3000万円となっている。座席数も若干変更され、常設席が6130席、仮設席が9890席で、合計16020席とされた。ラグビーワールドカップ開催に備えた仮設設備として、メイングラウンドの固定スタンド後方並びに、両、 サイドスタンドに110席分の仮設スタンドを設け、合計16,024席として、ラグビー W 杯に備えた。加えて、開催地に求められるメディアセンターや照明設備も仮設とした。2019年9月25日、ラグビーワールドカップ2019プール D のフィジータイ、ウルグアイが開催され、14,025人の観客が集まった。だが、 同年10月13日に開催予定だったプール B ナミビア対カナダは令和元年東日本台風に伴う公共交通機関の乱れや土砂災害の可能性などを考慮し中止となることが発表された。2018年8月19日の春行記念試合の際には岩手花巻空港、森岡駅、新花巻駅、釜石駅から臨時の直行バスが運行されたほか。 釜石市内2カ所と大槌町に臨時駐車場を設け、そこからシャトルバスが運行された。ラグビーワールドカップ開催時も、岩手花巻空港、森岡駅、新花巻駅、北上駅、水田区江差市駅、一関駅、宮古駅、西駅からの直行バスと、釜石市平田地区、大槌町、遠野市の臨時駐車場からのシャトルバスが運行された。ありがとうございます。